ましてご紹介いたしましょう。バロテのお二人です。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、バロテと言います。私たちはバイオリンとコントラバスのポップクラシックユニット、バロテと言います。今日は鎌倉ビーチフェスタ2015ということで初めての出演になります。ちょっと短い時間にはなりますが、皆さんぜひ最後まで楽しんでいってください。まず1曲目は皆さんご存知かと思います、バイオリニストの葉加瀬太郎さんの、情熱大陸をお届けいたします。よかったら元気な手拍子で一緒に参加してください。それでは聴いてください、情熱大陸。1曲目は情熱大陸、カバーでお届けいたしました。改めましてバロテと言います。私たちこの鎌倉ビーチフェスタ初めての出演になります。最初お話をいただいた時にもう2つ返事で返事をしたんですが、よくよく考えたら海の目の前でバイオリンとコントラバスを弾くっていうことを改めて考えたらちょっと恐ろしくなりまして、私はちょっと逃げてコントラバスではなく今日アップライトベースという電子を
使ったあの電気につないで音を出すものを持ってきたんですけど、普段はあの木の楽器を使っています。で、右側に見えるのがバイオリン、これはもうそのまま楽器を持ってきちゃいましたね。潮風に受けながらの大丈夫ですかちょっと心配ですが、でもあの私たちのこのスタイルはあのクラシックの楽器を使いながらポップスのような曲調であの親しみを持ってもらえたら嬉しいなと思ってこういう活動をしています。あの外でも中でも演奏できるっていうことをあのこれからも見せていきたいなと思っているので、どうぞ覚えていてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、続いての曲はボロテンのオリジナル曲を1曲お届けします。タイトルが虹色こみちという四文字熟語みたいになってるんですけど、あのこの曲のイメージはちょっと今日とは正反対かな、でも雨上がりのちょっと晴れ渡った、澄んだ空気というか虹のかかってるような、お天気の中をこうタタタタタと階段を駆け上っていくようなイメージの曲になってます。私の中ではあの鎌倉のイメージを持ってるんですけど、あのそんな感じで聴いていただけたら嬉しく思います。それではオリジナル曲聴いてください。虹色こみちです。
ありがとうございます。バロテのオリジナル曲虹色小道という曲をお聴きいただきました。はい、皆さん楽しんでますか？ありがとうございます。このね、ビーチと砂浜とこの太陽とステージの白さとすごいね、眩しい感じで、私もここに来るまでね、ちょっとビーチで演奏するってイメージがなかったんですけれども、来てみたらすごいテンションが今上がっております。これでもありがとうございます。皆さんもぜひぜひ、ね、このちょっとの間ですけど、バイオリンとコンダラバスをビーチで聞くという、なかなかない機会だと思うので、ぜひ堪能していっていただけたらなと思います。では次の曲はちょっとアップテンポでいきたいと思います。よかったらぜひテリバシ一緒にお願いいたします。ではチェンジングお聴きください。
ます。チェンジングという曲をお届けいたしました。早いもので次の曲で私たちのステージ最後の曲となります。皆さん最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。ちょっと涼しくなってきましたね。いい感じに良かったです。そんなことなさそうですかね。私たち少しだけ宣伝をさせてください。今日も、演奏した曲、CD も持ってきております。後ほどぜひ興味あるよって方たちはいらっしゃいましたらぜひぜひお声掛けください。私たちも後ほどチラシを配らせていただきます。どこ行っちゃったかな。あとチラシを配っている海に似つかわないお兄さんがいらっしゃるので決して怪しいものではございません。ぜひチラシだけでももらっていってください。よろしくお願いします。私たちは上大湖とかあと鶴見を中心には活動してるんですけれども、鎌倉市内にある大船かな、大船駅の近くのライブハウスに出演させていただいたりだったりとかあとは今日も放送があります鎌倉 FM さんに、出させていただきました。今日の宣伝を今日の再放送で流れるっていう感じなんですけど、もしよかったら聞いてください。夜7時かな再放送があります。はい、ということで、最後までありがとうございました。最後の曲は、はい、オリジナル曲のそれでもという曲をお届けいたします。はい、ということで今日はありがとうございました。バロテでした。
伸びやかな弦楽器の音色を奏でていただきました。どうぞ。ありがとうございました。バロテでした。はい、ありがとうございます。バロテのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。初登場、この鎌倉ビーチフェスタということで、とてもね、この海の風と空と、そしてこのバイオリンアップライトベースの音色がすごいハーモニーを奏でていましたね。今日はね、リリースされましたオースオブバロテも本日お持ちになっているということですので、もしもっと聞きたい、家でも聞きたいっていう方いらっしゃいましたら、ぜひとも今日購入可能ということなんでね、お声掛けいただきたいと思います。ありがとうございました。さて、時刻は12時を回りました。